秋の円通寺円通寺は、兵庫県丹波市氷上町にある、相当州の寺院。三号は、長屋山。正式な寺号は、円通広告禅寺。本尊は、尿遺林、観音。高源寺、石岩寺とともに、丹波公用三山の一つとして知られる。英徳二年正月、室町幕府第三代将軍、足利義満が、ご縁入天皇の直命を受けて、 会期となり、足利高氏の、第四子である永中吉都氏を解散として創建したと伝えられる。年号の首屋座、久氏より、長谷山、天皇の宝号、縁より、縁通寺と名付けられ、直眼書に定められた。本尊の如意林、観音像は、五小松天皇が自ら南北朝合体を祈願して、一刀三霊で彫り、当時に貸手されたものであると伝えられる。 第二世には、関白、この絵道継の、第三子巻陽政金を迎え、当時は、朝廷、幕府双方に通じる寺院となった。戦国時代には一時衰退した。織田信長の命を受けた、明智光秀が、丹波国に攻め込むと、当時も、危機となるが、地元の国人、小木の右衛門が光秀の本人に赴むいて、円通寺への攻撃を取りやめるように必死に。 説得すると、光秀はそれを受け入れ当時は戦火を免れたと自伝に記されている。江戸時代に入って中高されると、江戸幕府から主院状が与えられ、触れ頭の任に当たった。本堂役里は、天保11年に消失後、再建されたものである。204の末寺と戦国を超える寺領を有し、丹波国、田島国、張馬国、 摂津国に君臨していたが、明治時代になると、廃物希釈で荒廃した。その後、第40世として、日置木仙禅寺が十字となり、円通寺を復興した。後に、日置木仙禅寺は、相当宗広本山永平寺の館長となっている。ありがとうございます。